日本海の冬の味覚松葉ガニを堪能できる恒例のカニ祭りが兵庫県新温泉町で開かれました。新温泉町の浜坂漁港で開かれたカニ祭りは、今月6日に漁が解禁されたばかりの松葉ガニを楽しんでもらおうと毎年開催されています。祭りではクレーンと大釜を使って豪快に茹で上げたメスのセコガニが格安で販売されたほか、熱々のカニ汁が無料で振る舞われ、観光客は冬の味覚に舌鼓を打っていました。味はどう？おいしい？西宮から、はい、初めてですか？いや、去年も来ました。あ、そうですか、はい、どうですここのカニは？おいしいです。やっぱおいしいですか、はい、こっちに来て食べるカニはやっぱ違いますかね？違います。また新鮮なカニをカニソムリエがその場でさばいて提供するコーナーもあり、人気を集めていました。